どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラブの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回の曲はですね、もうパワフルな曲をお届けします。はい、こちらです。ドン、カナブーンのシルエット。この曲はですね、あのアニメナルトのオープニングテーマ、ナルト疾風伝のオープニングソングにもなった曲でございます。これはですね、もうパワフル、もう全開で歌っていきましょう。ロックですよ皆さん。はい、行きましょう。疾走感満載でございます。いつものように2バージョンでやってみます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレオリジナル超簡単アレンジでございます。初心者の人もできると思います。ゆっくりやっていきましょう。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはもうね、ぐいぐいあのロックの疾走感、もうこのちっちゃいウクレレで完全再現してますからね。こっちはなかなか奥が深いですけれども、じっくり解説してますんで、2バージョンね、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube でチャンネルをではですね、今まで音楽私興味あってやってみたいんだけど、全然チャンスがなくてやったことないんですという方とか、もう楽器に何回もチャレンジしたんですけど、私も挫折しちゃってダメでしたみたいな方が、あっという間にですね、このちっちゃいウクレレ弾いて歌う、弾き語りができるよというプログラムがあるんですよ。これめちゃくちゃめっちゃわかりやすくて、今もう全世界中の方がガズレレ YouTube で何十万人もね、音楽スタートしております。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクを、ここにリンク貼り付けておきます。ジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらこのウクレレ触ってるだけで、どんな人でもあっという間に音楽できちゃいますからね。はい、じゃあこのプログラムのリンク、ここに貼りますよ。皆さんここからスタートです。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、この世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌える弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲、いやもうそろそろ1900曲ぐらいになると思いますね。たくさんとにかく取り上げております。皆さんの好きな曲もあると思います。曲名スペースガズレレみたいな感じで YouTube で検索してもらうといっぱい出てくると思われます。皆さんどんどん音楽を聴くからやるように変えていきましょう。さあそれではやってまいりましょう。ナルト疾風伝のオープニングテーマであるカナブーンのシルエットガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4。
ットガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。パワフルですね。あのサビのメロディーとか一回聴いたらこう忘れられない、こうなんかこうエモさも兼ね備えたもうかっちょいいバンドのね、もういかにもロックの曲調がもうね素晴らしいですね。歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番のパートのところを、ショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、まずは今のガズレレバージョンで練習していただくと一応全てのパートをカバーされてるんで、で練習していただいて慣れてきたらフルコーラスやってみたい方、2番のねパートをですね、あの後で自分で楽譜に書き出してやってみてください。その時1番のコードを書いて2番の歌詞を書き足すみたいな感じでできると思うんで、いずれはねやってもらいたいんですけど、まずはね今のガズレレバージョンで練習開始していきましょう。歌詞とコードが動画に出てますんで一緒に練習してもらってですね、1個目のゴール設定としては、YouTube のガズさんと一緒に演奏できるようになったらもうゴール達成だと思いますよ。できるようになった方、おめでとうございます。ここまででもなかなか言葉のタイミングとかね、ちょっと難しいと思うんですけどね、ちょっとやってみてください。できるようになった方はじゃあどんどん次のステップ行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これがいいと思います。とは言っても最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはなかなか大変なんで、最初のうちは楽譜的なものを見てそれを何回も見て練習していただいて、自分の中にどん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 こう落とし込んでいって、いずれはこの曲覚えちゃってですね、本当大空に向かってパワフルに歌うって感じでやってもらうといいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズの頃ノートに書いた演奏を、自分で見ながら演奏していきました。こんな感じでね、書いていったんですけど、もうちょっとしたらですね、このノート楽譜をカメラにこんな風に大きく写してみんなもこんな風に書いてみたらいいよということでシェアしようと思うんですけど、その前にこれガズクラブちょっと紹介させてください。これめちゃくちゃいいサービスなんです。これはね一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたシルエットを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の、ストックをですね、皆さんもうね選んでいただけるんですよ。もうものすごいいっぱいありますから、この曲やってみたらこれいいなという曲をですね、毎月5曲を選びいただいて即座にデジタルデータとしてダウンロードしていただけます。この楽譜全部 YouTube ガズレレ YouTube のねレッスン動画とリンクかかってますからね、すぐに練習開始できるよという画期的なサービスになってます。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベントガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます。盛り上げてますっていうか盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で、毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い、濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということでね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこう、チャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひ、ちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。シルエットカナブーン。はい。これはナルトシップでのオープニングということなんですけど、見てこれ、丸1って書いてあることは今日ぎっちり2枚にわたってます。これ、テンポが早いんで、ちょっとこういう、ちょっとどうしてもね、こういう感じになっちゃうんですけど、ちょっと見ていきましょう。これ、イントロなんですけど、はい、イントロ1とイントロ2があります。ちょっとコードはシンプルなんですけど、テンポがね、やっぱりちょっとある程度の速さがあった方がこの疾走感が出ると思うんで、ちょっと忙しいかもしれないんですけど、簡単コードだけですね。はい。で、ここがワンブロック、ワンブロック。だからワンブロック2個ついてあるのがこうやって、これかける2になってますから。かける2、2回やって最後止めますということですね。で、ここイントロ2で、この疾走感満載にコードを、言って、で、ここから歌が始まります。一世のせいね。いいね。このなんか、やんちゃな感じが素晴らしいですね。はい。こんな感じで今映しておくので、皆さん、ノートを、自分でね、ご自身でノートとかに書き出してゆっくり練習スタートしてください。それかですね、今紹介させてもらったガズクラブでこのガズのノート楽譜をデータでそのままダウンロードしてもらうのすごくおすすめです。ガズのノートの特徴はね、ここ見てください。
この点に注目、一斉のせいで踏み込むゴーライン、ってこんな感じですね。この点でですね、リズムが分かる。これがね、もう画期的でございます。あとはこの伸ばすところとかもね、歌詞カードに表記されてない情報なんで、こんなのが役立つと思います。ガズクラブで、ダウンロードしていただくか、お時間ある方は書いていきましょう。はい。ここちょっと見てください。くるっと囲って、これかっこいいバージョンでここね、ちょっとコード変わります。一箇所だけ A シャープということ。はい。今のシンプル簡単バージョンは Em7 でやります。はい、一時停止。はい、で、ここから B メロからサビいきましょうか。B メロからサビ。はい。感じですね。ここタタタタって書いてあるかっこいいバージョンでここダダダダって感じでね、まあ染めておかずを入れるってことですね。 B メロからサビ、じゃあゆっくりメモっていってください。サビがね、なんかこういいですよ。もうドライブ感満載で。はい、そしてここ間奏なんですけど、はい、これもかける2ですね。ここはちょっとオリジナルの間奏なんですけど、 1,2,3,4 ブロック、この4ブロックを2回回すんで、8小節をやって、次のパートに行きます。次はですね、はい、こっちにくるりんぱしまして、ブリッジパートに飛びます。はい、ここはいいメロディー、ひらーりとひらーりとっていうとこね。はい、ここがですね、シンプル簡単バージョンはこうシンプルコードなんですけど、かっこいいバージョンではここリズムで、ね、ものすごいいっぱいキメが入るんで、後で濃厚解説しますからね、こういろいろ書いてあるでしょ。これ後で解説していきます。はい、でこう最後のサビのね応酬になるんですけど、ちょっとここ注目。ワンブロックがちょっと場所がねなくなりそうだったんで、このこっちでいうワンブロックがこうちっちゃくなってますからね。なんでちょっとこのここからここのラストのサビはめちゃくちゃちょっとぎゅうぎゅう詰めになってますから、ちょっとそこはですねご勘弁ください。見づらいんですけど、一応書き込んでありますということですね、最後のサビ。はい、でここの一発目のここのところはですね無音なんですよ。ブレイクと言います。はい、無音で、ここ聞いてもらったら分かると思うんですけど、音がないのがかっこいい、そういうアレンジになってますね。でまあ何回も言いますけど、ここワンブロックはこの大きさですからね。はい、ここだけちょっと注意してください。動画のテロップはね変わらないんで。はい、こんな感じです。で最後のラスト、もう一回ブリッジパートみたいなのがちょっと加わるんですけど、ここは普通の大きさに戻ってますからね。ひらーりとひらーりと回ってる、ここのところね。はい、こうやって、まあ、ここで C でも終わっちゃったよというのがガズレアレンジになっております。はい、動画のテロップと合わせながらちょっと確認しておいてください。じゃあ出てくるコードを見ていきましょう。この赤く囲ってるやつは一回だけ出てくるかっこいいバージョン出てくる、ちょっと隠しておきましょう。はい、言っていきます。 CAmFDmD7G7E7Em7 の今日8個のコードですね。これはですね8個もあるのかと思うかもしれないんですけど、ガズレレではこれめちゃくちゃ入門コード、簡単グループのメンバーです。これはね大丈夫ですよ。はい、これですから、ガズレレ必須コードというね。これはね何かというと、このウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたいなと思う10個の入門コードのグループなんですよ。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも超簡単なんだけど、10個いっぺんにパッと覚えようと思うと、もう何が何だか一瞬にして分かんなくなっちゃうんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにちょっとリンク貼っておきます。ここで10個の入門コードを覚えちゃってください。今日そのうちの8個が出てくるんで、遅かれ早かれ覚えちゃうと思います。楽しいですよ、これ覚えちゃうとね。ガズレレ今見てくださってガズレレ YouTube チャンネルの曲もいっぱいできるようになりますけどね。はい、ちょっとね楽しみながらコードを覚えていきましょう。さあさあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、いつもこのタイミングで言ってるのはですね、やっぱりこれねスピード感がこの曲かっこいいんですけど、やっぱ歌がですね、まあ難しいというか勢いに乗せてね、これ歌のドライブ感もすごく大事なんですよ。歌にもリズムをこうなんていうか、一斉のせで踏み込む、なんかこの歌でもグイグイ前のめりに行く感じとかとなると、やっぱ歌の言葉のタイミングとかメロディーラインもしっかりちょっと自分の中で把握しておかないと、その突っかかっちゃうような、なんかねやっぱり気持ちよくないと思いますんで、しっかり歌を聴いて言葉とリズムで歌をちょっと分解していくという、ただただ聴いているだけと自分で演奏するのでもうだいぶ違いますからね。そこのところちょっと確認していただいて、かっこいいバージョンどんどん練習入っていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。1個だけ、一瞬だけ、ワンブロックだけコードが、かっこいいバージョンでは変化がありますということで、このコード A シャープです。これ A シャープはね、押さえるか、一応解説しますけど、こことこことこことここ押さえるコードなんですけど、ちょっと今日ここで解説しようと思うんですけど、最近めちゃくちゃいい動画撮ってたんで、もうあえてそれをシェアします。この動画、A シャープ完全解説動画っていう動画もう撮ってるんですよ。これ押さえづらいんで。はい。これリンク貼っとくんで、ここ見てもらったらもういいと思います。これちょっと押さえづらいコード代表なんでね。でもほんの一瞬なんで、ちょっとトライしてみていただければなというふうに思いますと。はい。ちょっと難しかったらシンプル簡単バージョンでは Em7 に置き換えてるんですけど、そっちでもね、全然かっこいいと思うんで、そっちもいいと思いますよ。はい、やっていきましょう。じゃあ今日はリズムですね。こうリズムはなかなか深いところがあります。
結構ハイレベルです。今日出てくるリズムはこちら、ドン。8ビートと8ビートの茶が半分と、カッティングですね。この辺がですね、なかなかちょっと難しいかなと思うんですけど、今映ってる3つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレで、リズムのいろいろというガゼレレのホームページの1枚で、それぞれのもう濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、穴が開いて擦り切れるほどじっくり見てですね、リズムをものにしていってください。一応、8ビートのチャっていうのがガゼレレレッスン動画でも一番多いんじゃないかな、このリズムは。こんなリズムなんですよ。せーの、さん、はい。ドライブ感あるんですよ。このダンチャ、このチャっていう音がドラムのトンタトンタン、この打楽器を表現してるってことですね。で、このチャがですね、これがね、結構今日のキーポイントで、今やったのはダンチャッタンスッタチャンタンチャッタスッタチャンだったんですけど、この8ビートのチャが半分っていうのは、このチャが半分になるんですよ、ただ物理的に。そうどうなるかっていうと、普通の8ビートのチャがダンチャッタンスッタチャンに対して半分になるから、ダンドドンドチャン、ドンドドンドチャンってなるだけなんですけどね。C でやってみます。普通の8ビートのチャ。8ビートのチャが半分いきます。これだけなんですね。これでね、だいぶね、こう、雰囲気を変えることができます。8ビートのチャが半分になると、ドーンとこうリズムがちょっと落ちてるような感じのところに、フィーリングになるんで、そこがね、このいいところで。これがですね、どこで出てくるかというと、B メロのところとブリッジパートのところとラストのところで、このリズムの使い分け。これがね、かっこいいんで、ぜひちょっとね、トライしてみてください。そしてですね、あとはもう結構疾走感バンバンでいく感じなんですけど、細かい決めとかちょっとね、解説していきましょう。今日はすごいストレートな曲ですけど、ストレートなもう疾走感満載のロックの曲なんですけど、ちょいちょい決めが入ってきます。B メロから一番最後のところ、これはシンプルな決めですけど、じゃあ B メロね、ちょっと全部やってみましょう。この B メロはね、8ビートのチャが半分のところのパートになります。ワン、ツー、スリー、ゴー。だって、だって、だって、ひらめく汗が溺れるのさ。はい。だだだだだ。これだけです。はい。テロップもだだだだだ止まるって書いてあるんですが、こんな感じで止まって、その後サビ。覚えてない。ここは8ビートのチャでドーンとこう突き進む感じでやっていきましょう。はい。そしてこのままザーッとこう行って、感想を言って、このブリッジパートっていうところがあるんですけど、そこがですね、今日一番ちょっとね、山盛り難しいのが出てくる。一瞬なんですけど、ちょっとこのブリッジパートのところ全部やってみようかなと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。ひらりと、ひらりと、待てる。今の短い間の中にいろんな要素が詰まっています。まず、ヒラーリとヒラーリと回ってるというところは、8ビートのチャが半分でいきます。で、その後なんですけど、この葉のようにずれること、揺れること、ここのところでは、カッティングです。カッティング、頭打ちのカッティングっていうことで、まずこれどういうリズムかというと、この葉のように揺れること、Dm と Em7 書いてありますけど、こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ。止めます。頭で、ドラムで言うと、タク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 って感じですね。はい、これを表現してですね、カッティングっていうのは見ててください。今 Dm 押さえてますけど、左手で弦を触れると音って止まらずに、右手は何もしてないですよ。ほらね、これで、バッバッバッ、で次 Em7 も、こんな感じです。このカッティング、これがですね、できるとかっこいいですよ。はい。これはさっきのカッティングの濃厚解説レッスン動画のところでもうめちゃくちゃやり方確認してほしいんですけど、その後もですね、揺れること、なく、焦燥もなくのところも、ここも、ターツ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 、ターっていう、ちょっと決めっぽい感じ。これはね、カッティングちょっと入るとかっこいいですよね。この木の葉のように揺れるからやってみましょう。ワン、ツー、ツー、あ、ゆっくりね。ワン、ツー、この葉のように揺れる。今の、F のところはタツ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 タタなんですよ。これがカッティングもちょっと混ざってるダーチャッターチャッ、ここをカッティングなんですよ。ダーツタ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 ンタン、言葉で言うと分かる。ダンタンツタンツタンツタンタン、手の動きは見ててね。タンツ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 タンタン、やってみると分かるんですけど、ここで微妙に左手でカッティングを入れるところがね、ダンツ、今のところもダンツダンツ、ここですね、アップ、ダンツダンツ、ここのところで今カッティング入れます。ダンツ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 、
今の2回アップの時にチャをやりたい時にカッティングで止めてるんですよ。こんな感じ。最後のタンタンのねカッティングが入ってる。ここがね結構今日一番難しいところ。もう一回この葉のからゆっくりやります。せーの。この葉の世に揺れことなく少そもなく。ここ普通の8ビートで、次スタタタタタタタオープンえててなっていきます。ここが今日一番最もキーポイントになる悶絶エリアでございますんで、ちょっとねゆっくりじっくりまずここのパートはちょっと別物として練習してもらうのがいいと思います。はい。そしてあとはですね、もうサビを駆け抜けて終わっていく。最後のラストも8ビートのチャが半分になったヒラリヒラリということで、基本的にはめっちゃシンプルなんですけど、このブリッジパートのところにギュッとこうなんかねこう面白い、技というか決めがね入ってくることになってますね。そこでこううねりが出るんですよ。なんか曲の中でやっぱりこう平坦にならずに、なんか抑揚がつくといいますかね、そこをですねちょっとなんとかこう表現できると。このちっちゃいウクレレ1本でどこまでそれを表現できるかっていうのが面白いところですね。じっくり取り組んでみてください。そして今はですね演奏面のことを主に解説していったんですけど、この曲の持つねなんかこう忘れ去ったものどんどん過ぎ去ること、なんか大人になっていくことみたいな、そのメッセージとかそのエネルギーの感じとか、あとはこうナルトのねあるアニメのイメージを持ってる方も、なんか前に進む感じとか、そういうやっぱりこうパワフルなイメージを持って演奏するのがいいと思います。体を揺らしてね、この曲8ビートって気持ちがいいんで、テンポどんどん速くなっちゃいがちなんで、そのいい感じのこの疾走感をキープしたまま、速くなりすぎない、途中ずっと速くなる、それもね、キーポイントだと思います。はい、気持ちを込めて歌っていきましょう。それではやっていきましょう。カナブーンのシルエット、ガゼレレルかっこいいバージョン、やってみる。ナルト疾風伝のテーマソング、カナブンのシルエット、ガゼレレ流かっこいいバージョン。
ってみました。もう熱が入る、もうロックスピリットに火がつきますね。こうぐいぐい前のめりにいくパワフルな感じ、ウクレレでそれを表現する、このなんつうのかな、ギャップというか面白さ、まあ、たまらないです。はい、ちょっと難しいところもあるんですけど、長い時間かけてね、だんだん落とし込んで、楽しくプレイしていきましょう。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、まだそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。